こんにちは。今日は5月20日放送分の安友の至って真剣ですについておしゃべりしていきたいと思います。で、今回はトータルテンボスさんが出たんですけど、まあ、結構トータルテンボスさんで言うと、私初めて見たのが F2 っていうフジテレビのお昼の時間帯に放送してた、2002年から2004年に放送してた、番組。結構好きだったんですけど、それに出てらしたなっていうのが、私の中での一番古い記憶で。で、この時が一番私の中で面白かったなっていうふうに思っています。で、そっから、なんかこう、よく見る番組とかには出てらっしゃらなくて、で、多分ね、こう劇場とか、なんか、いろいろ活躍されてたんだと思うんですけれども、久々になんかちゃんと見たなと思ったのは、芸人下がり上がりっていうね、深夜に不定期で放送されていた、ダウンタウンの松本さんと陣内さんでやってて、で、いまいちこうくすぶってる芸人さんを呼んで、で、話聞いてなんかアドバイスしたりするっていう番組出て出したんですけど、でその時に松本さんが、その大村さんの方がなんか可愛げがないって言ったらいいんですけど、こう、なんかボケなんだけど、なんか全部こう、できちゃう。ま、引っかかりがないというか、うまくやっちゃうから、なんかこう、あんまもうちょっと可愛げあったらな、みたいな、なんかことを言ってて、その藤田さんはもう結構バカっぽいというか、まあ、天真爛漫というか、その面白いから、大村がなぁ、みたいな話を確かされてたと思うんですが、まあ、今回のその、だって真剣ですの話聞いても、まあ、まさにそうだなっていうふうに思っていて、この二人が出会ったのは小学校5年生の時に初めてその、一緒になって、藤田さんが引っ越してきてことによって知り合うんですけど、同じリトルリーグ、のチームで。で、まあ、こう連絡網が、藤田さんの前に大村さん。大村さんから電話がかかってくるということだったらしいんですが、まあ、すごい土砂降りで、中止ですと。試合だかなんか練習だか。で、中止だって聞いてんだけど、藤田さんに連絡するときは、なんかやるっていうふうに、なんか嘘ついちゃって。で、え、こんな土砂降りなのやるのって藤田さん聞いたら、うん、なんか、まあちょっと離れてるし、その練習場所とか試合場所。だからそこは晴れてるらしい、ピーカンらしいぞ、みたいなこと言って、それで、あ、そうなんだって言って、藤田さんお父さんにね、車で連れてってもらって行ったら、もう土砂降りで、で、お父さんが、もう、あいつとは二度と付き合うなっていう、まあそこからまあスタートしてるっていう話なんですけれども、まあ、まあ、小学校5年生といえ、この嘘ってダメですよね。一線を超えてるというか。だからまあ、このエピソードが、まあ、大村さんを表してるというか。で、その後にも、その、千鳥のお二人が、まあ、メッセージを、なんか、こう、送っていて、その番組に。で、まあ、二人とも漫才はすごい、熱心だし、その、ちゃんとスーツ着てるのって、この世代、同世代で言うと、トータルテンボスとテンダラーの人、何本さんですか？ちょっと忘れましたけど、人ぐらいしかいない。それだけ、まあ、スーツ着てやるってことは、それだけ真剣に取り組んでるし、いつも、その、今年 M1 出るんかなっていうぐらいハイテンポなネタを、もう作り続けてるし、ライブもやり続けてるから、そこは本当に尊敬すると。で、ツッコミもボケも本当に面白いし、気持ちいいと聞いてて。ただ、プライベートではそれが出ないんだよね、みたいなことを言ってて。で、その後に、その、大悟さんが、まあ、一個大村さんでこれだけはもうちょっと言いたいことがあるって言って、もうだいぶ前だけど、大村さんのその、便のついた。パンツを、大悟さんのバッグに入れられて、あれだけは本当に不愉快でしたっていうことを言っていて、で、まあその詳しい話を、
大村さんしてたんですけど、まあ、トータルテンボスと千鳥で、4人でもベロベロに酔っ払った状態でなんかいろいろなんか遊びをしてたと。で、その時にちょっと途中で漏らしてしまって、で、酔っ払ってて、で、それで入れてしまったみたいな、ことを言ってて。いや、それもまたダメですよね。うん。それは、まあ、大悟さんも、まあ、パンツ、ただパンツが入ってるのはまだしも、そのものがついてるのはちょっともう、超えてるな、みたいな。で、わかんないんだな、みたいなことを言ってて。だから、それが、良くないですよね。なんか、そういうのって、本当に、その人自身の評価を下げますよね、周りからも。だから、そういうのがわかんない人なんだな。だから、こう、伸び悩んでいるのかなと。売れてる。別に、うん、全く売れてないわけじゃないですけど、もちろん。M1 出てるぐらいだから。だけど多分実力から言うとね、もっと売れてもいいんでしょうしね。っていう、なんか、合点がいったというか。はい。で、もう一個ちょっと私の中で、トータルテンボさんでなんか、思い出す話としては、M12019 でしたかな。末広がりず出てたの。末広がりずさん出てて、その、なんかこう、打ち上げ会場に、なんかレポーターとして、行ってて、トータルテンボさん。で、末広がりずに、まあ、インタビューみたいな、なんかどうお疲れみたいな感じで、まあ、インタビューというかね、話聞いてた時に、その小道具を鼓っていうんですかね、あれをなんかいじったんですよね。で、それがいじるっていうか、なんか、揶揄する感じに、なんかこんなもん持ってじゃないですけど、なんかそういうようなことを言って、したら、なんだっけな、三条さんでしたっけ、末広がりずの、南條さんか。南條さんが、いやもう俺たちこれでやってんすよ、みたいな、すごい険しい顔で返してたんですよね。普通に多分怒ってたと思うんですけど、なんかその、で、その絡みはどっちがやってたかわかんないんですよ。藤田さんがその変な、絡みをしてたのか、大村さんのか、ちょっと覚えてないですけど、なんか、そういうとこあるんだな、っていうね。感じで。なんかこう、やっぱ人柄って大事だなっていうふうになんか改めてこの、至って真剣ですみたいな思ったんですけど。で、この大村さんの感じ、なんかどっかで見たことあるなーって、なんかこうデジャブ感というかね、あるなーと思ったら、木下さん。うん。なんか全然この大悟さんの話とか、藤田さんね、土砂降りなのに、練習だから試合だからやるって、みたいな、言った話とかをしてる時も、まあ、テレビだからそういう反応したのかわからないですけど、全然悪びれる様子がないというか、なんかいいと思って、みたいな感じで、だったんで、なんかすごい木下さん似てるな、っていうね、感じがしました。で、まあ、木下さんと大村さんの違いで言うと、まあ、相方さんが、まあ、天真爛漫。藤田さんが天真爛漫。なんか、その、ね、なんかこう、やめよう。3年目ぐらいの時に、大村さんがもう、これだけね、周りにも他に、次会長とか、なんか、いろいろ、高俊とか、面白い人たちがいる中で、その人たち売れなくて、まだ売れてなくて、俺たちいつ売れんだろうって、なんかこう、絶望感が。に苛まれて辞めようとしたときに、藤田さん言ったら、俺めっちゃ楽しいけど、今、みたいな。なんで辞めんのみたいな感じだったっていう話をしてて、まあそういう天真爛漫さがある相方と、まあ漫才に対して熱い姿勢とかきっちりやってるっていう姿勢と、あと、まあ息子のハルクくんですよね。よくできた才能ある息子。この三つがやっぱり木下さんと、大きく違うんだなと。だから、踏み外さずにいるのかなと。わかんないですけどね、この先のことどうなるか。ただ本当に、大村さんは、
本当に人が嫌がることを平気でやっちゃうっていうのは、まあ、帰り見た方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ余計なお世話ですけど、ちょっとなんかエピソードがちょっと度が過ぎるっていうか、なんか、まあそういう人ってば個性なんで、もうしょうがないかもしれないですけど、思ったりしましたね。はい。ということで、またなんかあったら、あげていきたいなと思います。終わりです。